ルーザーブラケット負けたら終わりの試合が始まります。ターバーサスルーカス、ターン選手ザップにボンバー。 What up? Future King over here. Don't call me princess. ターン選手のゴブジャイ。今回大砲ピック、キョスケゴブジャイできた選手、糸振り火力プラス大砲で止まるか、レスキューが欲しそうではある。エレジャイ早め、ただボンバンダメージ、糸振りにヒットはしない。トリトン引っ張り、いいですね、トリトン入り。エデジャに対して有効なカードがとりあえずリトプリのレスキューノックバックプラストリトの引っ張り、トリトの引っ張り、トルネード使わせた、ゴブジャダメージ一発、削りはイーブン。リトプリによって逆サイダーが反応、ここはいい防衛、ただ爆破ダメージに巻き込まれるのでカウンターはできません。後ろからのエレクトロジャイアント、この後ろエレジャイ怖いですね。エレジャイプラスのトルネード、ライトニング、早めのトリトン、いい角度、ルーカスのボンバー止まるか、ダガーはない、ダメージ入りそうだ、ここはガゴ追加、カウンターを抑える限界突破サップ、追加のエレクトロジャイアント、ここはエレクトロジャイアント止めるためのトリトン、かなり左寄せるがトルネードしっかりと握っていた。フェニックス竹取り、ガーゴイルライトに加えてガゴ処理して残ったフェニックス、でもギリギリ防衛はできています。エリクサーはトントン、サドンデスタイム、サイドチェンジを図るタ、おー狙うボンバーダメージ2発、かなり左に切っているところに右サイドゴブジャイ展開、ルーカスというのは大砲もあるので、どこだ、ここ大砲の鍵を奪いにか、巨大スケート両サイドアタックです。左サイドは本命、ガゴが残る、右サイドゴブジャイ通ってダメージかなり追いついてきました。トリトン引っ張り、エルジャイ両サイドダガーでここは守ることができています。左にも今ガゴが通ってたか、2035、大型スペル、ルーカス、ね、ライトニングがあるのでもう少し、ね、ダメージが欲しいところ、残ったゴブジャイライトニング、うお、リットプリ処理、フェニックスも巻き込んだ、限界突破ザップで卵を処理してゴブジャイダメージを通す、左サイド給与、いい給与、うわー来た、ボンバンのダメージでさらにダメージリード取り返す、残り時間45秒、リトルプリンスの火力、ライトニング、ただレスキューは間に合ってきます。ちょっとダメージ、ライトニング削り、ボンバー回して、これ30秒時間もあるので限界とかボンバー回るでしょう。ただ始まるじゃい、間に合うか、トリトンタゲ奪うボンバー、リトルプリズレスキュー間に合ってる、どうだここのエレジャイ止められるか、ガゴ追加、トルネードガゴが処理されてダメージが入る、まくったルーカス、ラスト10秒、ゴブジャイアタック間に合うか、対応がある、とんでもあるぞ、ライトニング削ってまくる、ライトニングが間に合う、ルーカスジャップ届かない、トルネード、タイブレーク
スペルの削り間に合ったルーカス。初戦勝利をつかんだルーカス。ジジイ2試合目、ナイトにテスラ、うわー、ここでルーカス、アイスゴーレム、ロイヤルゴースト、アイゴレディガポイ、ライトを彷彿とさせるルーカス、デッキピック、後ろからのアイゴレ、本命は左になるか、いいゴースト高め、左サイドプレッシャーになります。あ、いい、アイスピツリ、アチャックも処理して、ここから2倍タイムです。いいアイス、フェル警戒か、今フェル警戒やのね、ポイズンでアーチャックに削りながらスケルトンラッシュのダメージを通しに行きますが、うまく抑えたルーカス、限界突破テスラ、アチャックにアイゴレつって、うわー、なるほど、ポイズンの削りは入ります。テスラとロイヤルゴーストで綺麗にスケートナッシュのダメージを抑えて、でも残ったターン選手のこのアーチャークイーン、間に合った、ナイト竹取り、いいぞ、アーチャークイーン目、タウンターゲットはスケルトナッシュに向いています。もう一度ポイズン使うことでダメージは追いついたターン選手、アイスピ綺麗、ただが使ったところのこのディガーアタック、この攻めが強い、もう一度右サイド限界と、アーチャークイーンを使ったところに左のアタック、アーチャークイーン、ここはいくか、シャドウクロック間に合います。スケーラーのダメージ1900、ほぼダメージイーブン、限界突破テスラも残っているので、これが切るまでは攻めることができない、ギガダメージを通してリードまくったルーカス、3倍タイムが始まります。スケダメージ通していく、矢の目入っている、削りスペル1枚分は削り通しています。ここ残ったスケルトン限界突破が怖い、縦線処理間に合います。アイスボーレムの削りが入るか、もう一度高回転回したディガー、内側ダブルディガーの削り、でもうまくテスラ竹が取れました、ダメージイーブン、アチャクイーンシャドウクロック、引っ込むと、テスラが姿を消して、うわー竹、アチャクイーンからポイズンプラススケルトンシュ、残り時間は20秒、矢の目も使ってとにかく削る、限界突破テスラが見え隠れ、下側ディガーアイスピで竹を、うわいいぞ、1100、1137、ポイズンの削り同じダメージ、矢の目も使ってスペルの削りで
リードは取れていた。アイスピレフリーズ止めた。タイブレーク、ヒヤヒヤする接戦、制したのはター選手、1対1。ジジ。さあ、バーサスルーカス3戦目、負けたら終わりの最終マッチ。ター選手、工場バーバリアン。この工場を止める手段としては今のところこのザップアイススピリット、スタンフリーズが生きていく。ルーカスゴブリンドリル。さあここはなんとかロイババキリに防衛できています。ランバージャク出した甲斐がありました。ロケット保守処理、親衛隊のランバー工場。ブチブチのスピードリプラン。限界突破工場の防衛、ザップアイスピゴブリン火力、モンクノックバック、ルカスゴブリンドリルアタックです。少し後ろのフェニックス、最初のゴブリンから勝利です。影優秀、緊急の成功。工場ババリアン2回使っているので次は限界突破工場です。マスケット重視、かなり陸受けというかユニットが多いですね。デッキ両サイドアタック、これマスケット重視先行してるか。ダガータキによって処理がされる。いや、ここうまくボムタワーまで残すの防衛、限界突破ロケット保守も残ります。この敵陣ロケット保守処理が難しいか。ターン選手ね、もうスピード矢の目使っているので敵に入れることはできていません。限界突破ザップの削り、スペル削りでリードはルーカス。限界突破の工場バーバリアを流す、ここぞというタイミングをターン選手待っています。ファイアボール、フェニックスの削りでボムタワーは破壊ができるでしょう。ただこのモンクロケット砲車が残っての左サイドアタックがこの後怖い。ファイアボール、限界突破、死にたい。そしてランバージャックがある。ボムタワー、おわ、聞いた。ここで限界突破工場バブリアン、ドリル、ボンボンボン、ロケットを死に対してファイヤーボール。工場進化のバブリアン、左には死にたい。大ダメージ一気に通した。進化のバブリアン丸削る、通して削る削る、ザップでは止まらない。怒り状態バーバリアン、この攻撃で一気に大ダメージ。残り時間1分20秒、大きなリードはター選手。文句のカルマリフレッション大ダメージ与えますが、まだまだリードは取れている。ザップスプーン削り、後ろから工場バビアン。残り時間は1分、工場限界とかまで回すことは時間的に少し苦しいか。スタンバイタイムスタートです。空からフェニックス、モンクの頭をついばんだ。下からはゴブリンドリルが突き上げる。ファイアボールノックバック、限界とかザップ合わせ、ここゴブリンダメージ抑えている。まだリードは取れてる。残り時間40秒、後ろからの交渉ババリアン、右サイド防衛スピルサイカードを使わせたい。左側ゴボリの防衛、ドリルの削りが入るぞ。1500、並んできたダメージ怖い。ランバージャック、限界突破の死にたい。最後まで攻め続けろ。ター、卵浮かさない。ロケット死にたい。ファイアボール水を削って回った。限界突破の交渉ババリアン、死にたい火力交渉
モムタを突破、ゴブリンも処理しろ、突破した、進化のババリアン、突進ダメージ加えて出ていく、進化ババの削り、一気に通した、ター選手、一本掴んで2対1、ジージー、勝ち残ったター選手。ジージーターさん、よくやった。